皆様こんにちは。こんにちは。オーバーランドの菅原でございます。またもや、はい、やってまいりました。はい、もう言わずもがな、はい、聖地。いやでもよかった、本当に梅雨の晴れ間。そうっすね、めっちゃ天気、あ、むちゃくちゃ暑いっすね。暑い、梅雨明けたのかぐらいな。昨日一昨日と土砂降り、うん、そう、またやっちまいましたね。で今回来たのはですね、はい、まあ、最近恒例の新車紹介と、はい、新車紹介なんですね。いいのかね。いいですかね。まあでも雰囲気伝わるからね、一番ね。そうですね、うん、こういうとこに持ってきた方がイメージはしやすいので、はい、で今回は、この顔ですけど、またもや日産、はい、NV100 クリッパーバンです。車検証ですね。ございます。はい、こちらが新車とはいえ、ごめんなさい、初度登録、はい、令和2年の10月、はいはい、去年の10月に、できた車、はい、です。グレードとしてはデラックスの GL パッケージ。はい、デラックスというのは、まあ、ほぼほぼのノーマルグレードで、はい、で GL パッケージでつきますので、フロントがパワーウィンドウ入ったり、はい、上の、あれなんつうのかね、オーバーヘッドコンソールとかいうのかな、はい、がついたりとか、まぁ、あ、ちょっといいグレード、あの真ん中、ね、はい、ところです。で、今回の一番の魅力は、はい、まぁ、あ、4駆は4駆なんですけど、はい、マニュアル、男のマニュアル。男のマニュアル。です。あとはいつも通りで、ラプターライナー塗装、はい、前後バンパー、サイドミラー、あとまたボディ、この間のデッキ版もそうですけど、はい、もうボディに直接行っちゃってるやつです、はい、行っちゃってる、あ、行っちゃってますね。後戻りできません、はい、で今回タイヤ、初めてですかね、はい、マッドスター、はい、今まで難関は使ってましたけど、はい、マッドスターのオールテレンがあったので初めて買ってみたんですけど、相当柔らかいですね。難関の多分これ姉妹ブランドだね。そこが別口でやってる、ブランド、あ、台湾メーカーさん。確かにあの難関と、うん、あのホワイトレターのこの字体というかフォントが一緒ですね、うんうん、そうね、ここも、はい、ほらメイドイン台湾かっこ難関って書いてる。あ、うん、でタイヤのパターンは、あ、やっぱりブロックよりかは頭の良さそうなパターンですね、うん、そうそう。で組み付ける時もウッチーと喋ってたんだけど、はい、もうほんとスタッドレスみたいですねみたいな。柔らかみたいな。確かに。なんで摩耗はちょっと早いかもしれません。でホイールは、エクストリーム J、はい、でサスペンションはいつも通り、フォレストオートファクトリーさん、はい、いつも大変お世話になっております、はい、というところで、うわわわわ、行っちゃってる。やっちゃってる。おー、いい勢いで走ってますね。もう怖いものがないんだろうね。はい。パジェロミニさん。うん、あれはね、無敵ですよ。無敵です。なので、まあ、個人的に、前、はい、31前期エクストレイルのシルバーっていうのも販売させてもらいましたけど、はい、すごくね、この黒バンパーとの相性が、シルバーはすごくしっくりくるというか。そうっすね。うんうん。違和感がないんですよね。かね。はい。うん。あ、そうだ。で、ババン。今回も乗っております。135万円ということで、まあおおよそ新車で買おうと思うと車自体100万円ほどしますので、はい。で、そこからやっぱこうやって組み上げていくと、やっぱこの金額ではなかなか収まらないかなと。そうですね。はい。いうところですので。で。この車はあの登録済みの未使用車ってことだったんですけど、はい、これ今走行距離って何キロぐらいですかね。そっか、ここまで結構乗ってますもんね。うん、107キロ。 あ、伸びちゃったな。はい、ちょっと伸びちゃいましたね。まあにしても100キロ、はい、簡単にくくってしまうと新車です。新車です。はい、間違いないです。なのでちょっと後ろも見ますか。だって菅原さんこの車新車の値段で買ったんですよね。そうですよ。そりゃそうですよ。だから新車です。新車です、はい、でこうなりましたと、はい、今回はこの
正方形じゃない方をつけてみました。お、イメージ的にこっちの方がなんかいいかなと。こちらも絶賛販売中ですね、ステッカーもね。あ、そうですね、よろしければ。はい、うん、おいくらでしたっけ。こちら500円です。500円ですね、かしこまりました。お願いします。あ、買ってくれた方にはつけますからね、あの車をお買い上げの方にはもちろん無料で。あ、そうですね、はい。ですのでね、こんな形で、なのでまあ今日天気が相当いいとはいえ、はい、まあちょいちょいやっぱり仕上がってますんで、聖地はその証にこの湿度ね、熱気 ね、 そうですね、なんかちょっとムワッとするよね。相当水を含んでおります、ここの土地は。はい、はい、なので今回もまたこれ綺麗にして販売しますので、はい、まあちょっとあまり攻めない程度、そうですね、うん、雰囲気を味わってもらって、はい、っていう動画にしようかなと。ではではちょっと紹介していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。菅さん、ここからなんですけど、このルート行けますか。ダメなら引き返す感じで。そういう感じで、じゃあやってみましょう。まずは、おお、そこ粘土でした。あぶねえ。行きまーす。はーい。登っ、あ、こっちか。の、そうそう、こっちはなんか登った瞬間ガンって。いけた、すごいすごい。あ、この坂ちょうど良かったじゃん。ちょっと斜めったし、はい、あっと思ったけど、勢いで行きましたね。行っちゃったね。いいね。そう、ここからはね、うん、ちょっと怪しいんで、うん、そうね、もう行かない方がいいな。はい、戻ろうかな。降りたら降りたでまたもっとやばいの待ってるし。これは仕上がってるね、今日も。ここ仕上がりきってるんで。見て、このタイヤパターン。何者が通ったの、これ。すごいね。そうっすね。モンスターみたいなのが通ってるよ。じゃあちょっと、ここでうまいこと U ターンして戻ろうかな。行きまーす。はーい。よっしゃ。まさかこれでみんなあそこ行くとは思わないでしょ。やっぱりカメラ越しには伝わりにくいんですけど、うん、相当坂なんですよ。ちょっとねビビるね、あれね。じゃあもう一本、もう一本押す。そこ勢いで、よし。登っちゃいますよ。いきます。はい、うぅ、うわー、なかなかいい。すごいな。ということで、はい、
まあ、ほんのちょっとでしたけど。そうですね。うん。結構ここ見えるかな？ここね、さっきやったこの段差。これ行ったから。あの、前回はね、ちょっとビビってやめたんですよね。そう。こういう雰囲気で、こういうところが、まあ、似合う。はい。車ということで。で、意外と行けましたね。そうね。はい。ただまあ、あくまでも、軽バンですんで、はい。SUV 車ではないので。あまり無茶はしないように、うん、ということで、はい、まあこれ綺麗にして並べますので、はい、興味ある方はぜひぜひご連絡、よろしくお願いします。ご連絡いただければと思います。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。